ございます。はい、岩本剛人さん。おはようございます。自由民主党の岩本剛人でございます。委員長はじめ理事の先生方に質問の機会をいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。昨日山梨県で0歳の女の子の陽性が判明したということであります。私も地元で幼稚園と保育園を実は経営をしておりまして、本当に心から一日も早いご回復を願いたいと思っておりますし、さらにはお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りを申し上げたいと存じます。今日で2回目の質疑になるんですが、昨年12月3日に当委員会で北海道の交通ネットワークについて質問をさせていただきました。お取り計らいをいただきまして、令和2年度の当初予算で、シメカップからトマム、道東自動車道でありますけれども、4車線化ネットワーク化について予算措置をされたところであります。地元の方含めて本当に喜んでおりますし、また北海道ではご案内のとおり、ミッシングリンクがまだまだあるところであります。コロナウイルスではありませんけれども、本当に北海道にとって医療をつなぐ命の道路でありますし、また観光にとっても生命線でありますので、また機会がありましたらぜひ議論をさせていただきたいというふうに思っております。また連日、コロナウイルスの議論が盛んに行われておりますけれども、収束する見込みがまだまだ見通しが立たない中で、ぜひ国土交通省におかれましても、万全な対策をお願いしたいと思います。それでは質問に入らさせていただきたいと思います。まず当初予算、補正予算が決まりました。この公共事業において、新型コロナウイルスによる感染者の発生状況、また例えば直轄工事の一時中止等があるのか、そういった影響が出ているのか、まずお伺いしたいと思います。国土交通省大臣官房戸川技術審議官。はい、お答え申し上げます。新型コロナウイルスの感染者が、一部の建設企業において発生したことを承知しておりますけれども、公共工事の現場において感染者の発生による影響は現時点では小さいと認識しているところでございます。また感染拡大防止などの観点から、国土交通省の直轄工事におきまして、受注者の申し出がある場合に一時中止等の措置を行っているところでございます。この措置状況といたしまして、3月5日の時点で約9000件の工事のうち 2% に当たる約200件の工事で一時中止等の措置を行っていましたが、その後多くの工事が再開いたしまして、4月1日時点で一時中止しているのは3件となっているところでございまして、この影響も現時点では小さいと認識しているところでございます。国土交通省としては、今後とも新型コロナウイルス感染症の状況変化に対応して、感染拡大防止対策を適切に講じつつ、円滑な公共工事の進捗に努めてまいりたいと考えております。岩本剛人さん。昨日 の決算委員会で西田委員からGDP がおそらくマイナス 10% を超えるんではないかという議論がありました。内閣府 の経済見通しの今年度、令和2年度の経済見通しによると、民間住宅は約 16.9 兆円、企業設備、民間企業設備が93.2兆円という見込みであります。それを含めた当初、令和2年度の570兆円というGDP の見通しを立てているわけでありますけれども、ご承知のご案内のとおり、新型コロナウイルスの影響で、民間工事等の需要というのは、大変見通しが不透明かと思います。そうした中では、地域にとっては公共事業への期待というのは大変大きな声があるところはご承知かと思います。地域にとっては公共事業というのは景気を下支えしてきたわけでありますし、それにおきまして国土交通省の直轄工事をはじめとして、まず早期に執行するべきであると思っております。また昨日の決算委員会で、足立委員から新型コロナウイルスの経済対策として、さらなる補正予算の質疑に対して、総理の答弁で補正予算、当初予算、機動的に対応するというような答弁がありました。優しい質問だったので、
そういう答弁だったのかと思いますけれども、やはりここはしっかり大臣の気持ちをですね、地方の経済景気対策のために意向を示すべきではないかなというふうに思うんですけれども、見解をお伺いしたいと思います。赤羽国土交通大臣。公共事業はですね、そもそも防災減災という観点からも、またインフラ老朽化対策というか観点からも大変重要でございますし、加えて今ご指摘のように特に地方における経済の活性化に大変大きな寄与をするものだというふうにそういう認識をしております。総理からは28日に5本の柱からなる緊急経済対策をするという指示があり、おそらくこの10日程度でですね、大型の補正予算が組まれるものと承知をしておりますが、その中で公共事業をどう取り入れていくのか、これもまさにストック効果が発揮できるとか、一時的なものではなくて、やっぱりより意味のあるものを仕込んでいきたいと思いますが、それ以前に今お話ございましたように、すでに令和元年度の補正予算、また令和2年度の当初予算に26兆円近くのものが入れておりますので、これは早期執行していくと、そして公共投資の早期執行により景気の下支えをしっかりしていくと、これは特に議員のご地元の北海道をはじめ地方のところで特にそうしたことが明らかだというふうに思っておりますので、それは早期執行に向けてですね、しっかり指揮を取っていきたいと決意をしているところでございます。岩本剛人さん。地域におきましてはですね、ご承知のとおり、一度落ち込むと、その景気というのはなかなか回復するには大変の時間がかかるわけであります。当初26兆円ということでありますけれども、オリンピック特需が今年度はなくなりましたので、そういう意味におきまして反転攻勢という議論があるんですけれども、やはり地域を支えているのは、本当に市町村を支えているのは地域の建設業界の皆さんでありますので、そのこともぜひお考えいただいて、タイミングが遅れないように機動的にご検討いただければなというふうに思っております。また私の地元は札幌市清田区というところで、一昨年の東部胆振地震で里塚地域というところが液状化現象で毎日ニュースで流れました。もちろん当時石井大臣にもお越しをいただいて、今早期復興に向けて努力をさせていただいているところであります。また昨年房総半島台風、東日本台風、いわゆる台風19号等の大きな被害があったわけでありますけれども、今回の新型コロナウイルス対策の議論の中で、あまり避難所の議論がないように受け止めているところであります。これからご案内のとおり、春を迎えて、梅雨、また災害の多い台風を迎える時期に来るわけでありますけれども、今の段階では大きな災害というのは考えしにくいわけでありますけれども、今後大きな災害が来た場合、その避難所のいわゆる感染症対策というのか、そういったことにどういうふうに対応していくのか、お伺いをしたいと思います。平内閣府副大臣。新型コロナウイルス感染症については、現在、感染拡大の防止のために政府を挙げて取り組んでいるところでございます。現状で災害が発生した場合にはですね、先般3月28日土曜日に発出されました新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、避難所における感染症対策を徹底する必要があると考えております。従来からもですね、さまざまな各種ガイドラインを定めておりまして、手洗いやうがいの励行やマスクの着用、感染者発症者のための個室の確保、医師、看護師等の巡回、派遣体制の確保等、避難所において必要な感染症対策を講じるよう、市町村に対して周知をさせていただいております。さらに昨日でありますが、災害発生時には可能な限り、多くの避難所の開設を図り、ホテルや旅館の活用等も検討していただくとともに、避難者に対する手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底や、避難所内の換気や十分なスペースの確保について留意するよう、
関係省庁連名で都道府県宛てに通知をさせていただきました。加えてですね、災害発生後には避難所における感染症対策を支援するため必要となるマスクや消毒液などの物資についてはプッシュ型の支援など必要な支援に努めることとしております。委員ご指摘のようにですね、複合的にですね、こういった感染症と自然災害が起きる可能性がありますので、引き続き各省庁や自治体としっかり連携を深めて対策を進化させていきたいと思っております。岩本剛人さん。ぜひガイドラインという話がありました。また市町村都道府県にとって災害避難計画というのを持っておりますので、ぜひ今ご承知のとおりマスク等がないような状況でありますので、そういった措置、また予算措置も含めてぜひしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。で、連日ロックダウンという言葉が大変言葉が走っているわけでありますけれども、いろいろ調べましたら諸外国ですでに採用されている外出禁止を想定した言葉というような意味合いで東京都知事が記者会見でされたというふうに認識をしております。また政府としても緊急事態宣言というようなことがあり得るわけでありますけれども、いろんなニュース等でもご承知のとおり、じゃあどういう状況が起こり得るのかということの不安かというふうに思います。北海道でも大きな災害があったときには、やはりブラックアウトしたときに物理や交通機関が本当に麻痺した状況であります。そうした場合に今回の緊急事態宣言がもし、発出された場合には物理や公共交通機能の確保というについてはどういうふうに考えているのかお伺いしたいと思います。赤羽国土交通大臣。3月14日にですね、施行されました新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正によりまして、今回の新型コロナウイルスの感染症につきましてもその特措法の対象となりました。でその中の書かれていることは、緊急の事態に際しましても運送事業者の責務というのはあくまでですね、必要な公共交通の機能を確保することが基本だと、どんなことがあっても、そこの部分はしっかりと死守しなければいけないというのが精神だというふうに思っております。そうした場合ですね、仮定でありますけど、この特措法に基づきまして、いわゆる緊急事態が宣言を、された場合にはですね、その法律に基づいて、運送事業者による国土交通省としましてはですね、国民生活、また経済活動への影響を最小限にとどめるべくですね、運送事業者や関係省機関と連携しながら、その公共交通の機関の維持に適切に対応してまいらなければいけないと、こう考えております。岩本剛人さん。ぜひしっかりとした方針、メッセージを国民の皆さんに伝えることが、やはり一番の安心感につながることと思いますので、ぜひ大臣、そこの点について積極的に発信をしていただければなというふうに思っております。また昨日の決算委員会で総理から航空路線の確保の答弁がありまして、航空路は経済の基盤インフラでしっかり支援をしていくというようなお話がございました。JR 国交省でありますので、JR グループについても、北海道はこのまま行くと、6月まで行くと約130億円の減収ではないかというふうに言われております。他の各社についても、輸送人員は前年対比約 50% 減に近い状況であります。で、これからゴールデンウィークをはじめ、厳しい状況が続いていくと思います。そうした中で、ぜひ JR、全国の JR 各社に対しても、しっかり国土交通省として注視をして、大変な厳しい状況になった場合には、機動的に対応していくと、そういったこともぜひご検討いただければなというふうに思っております。いずれにしましても、大変厳しい状況が続くわけでありますけれども、ぜひ国土交通省として、しっかり今回の危機的な災害といいますか、に対してしっかり取り組んでいただくことを心から願いまして、私の質疑を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
よろしいですか。はい。はい、長